はい、どうも、底辺ゲーム実況者ゆうぴかです。今回はですね、アサシンクリードオリジンズの動画を2年ぶりに上げていきたいと思います。まあ、なぜね、この動画を上げていくかと言いますと、実はですね、最近気づいたんですけど、僕の2年前の動画が、僕の動画の中ではバズっていまして、再生回数なんですけども、4431回という回数をね、いただいておりました。この動画ね、概要欄にリンク貼っておきますけども、何を話していたかというと、アサシンクリードオリジンズとアサシンクリードオデッセイどっちがいいなんていう話を主軸に置きながら、プレイしていたっていう感じになります。当時はまだ編集とか字幕とかってそういった機能もなかった頃なんですけども、これだけね、たくさんの方が見てくれていたことにね、非常に驚きました。で、今ね、アサシンクリードオリジンズもうかなり値段も下がってきておりまして、PS ストアの方ですとゲーム本編の価格が1062円となっておりまして、ダウンロードコンテンツ隠れし物が396円、そしてもう一つダウンロードコンテンツファラオの呪いが792円になっています。こんな感じでね、だいぶ値段も安くなっています。安くて楽しめるアサシンクリードオリジンズを今回どうしておすすめなのか説明していきたいと思います。世界観的には古代エジプトということで、分かりやすく言えば、雰囲気としてはワンピースのアラバスタ王国だったり、ドラゴンクエスト11の、サマディ城下町だったりっていうものがね、イメージとしてとっつきやすいかなっていうふうに思います。こういったオリエンタルな雰囲気が好きな方にはまずおすすめしたいなと思うんですけども、僕がね、第一になぜオリジンズをおすすめしたいかと言いますと、まずね、アサシンクリードっていう作品はもう何作も出ていて、初見さんお断り感が非常に強いんですよ。そんな中でオリジンズってタイトルにあるように、起源の話となっています。つまり1よりも前のなぜアサシン教団ができたかっていうストーリーが掘り下げられているわけです。なので一番初っ端のアサシンクリードを全く知らないっていう人もとっつきやすいかなって思います。そしてね、今この映像を見てもらってる通り、非常にグラフィックも綺麗です。で、捜査官なんですけども、アサシンクリードシンジケートという作品以降だいぶ変わりまして、そのだいぶ変わった第1作目がこのオリジンズとなっています。簡単に説明すると、四角ボタンで攻撃してたよとか、 R2 長押しして走ってたよとかっていう要素が一切取っ払われて、R1 で弱攻撃、R2 で強攻撃のようなシンプルな動きになりました。で、もう R2 を押さなくても普通にね、走ったりとかもできるようになったので、もうなんかゲーム性がね、だいぶ変わったような感じがします。なので、初心者さんにもかなりね、入りやすい作品になっているかなっていうふうに思いますし、ゲームの難易度も自分で、普通に変えれます。イージーとかハードとかね、あとナイトメアだったかなっていうのもあったと思うんだけども、いろいろとね、ありますので、そういった部分も変えやすいかななんていうふうに思います。余談にはなりますけどね、アサシンクリードオリジンズはね、僕がよくゲームプレイ動画上げてます、モンスターハンター、アイスボーン。アイスボーンってかワールドかな、あれは。ワールドとコラボしてたりとかもしますんで、当時ね、そのモンスターハンター以外ともなんか FF とかともコラボしたりとかして、やっぱり心機一転ね、新規ユーザーを引っ張ってこようよっていうようにしていた感じが、当時2017年ぐらいに、よく見たので、このオリジンズっていう作品をこういろんな人にね、広めて、進めたかったのかなって、公式のね、魂胆がなんか垣間見えたかななんていうふうにも、思います。で、そうですね、その他にここら辺で何がいいかなっていう点で言えばですね、その、ストーリーっていうのもあるんですけど、そのアサシンクリードシリーズっていうのは基本的に仲間だったり、身近なものが普通に死んだりする復讐の物語っていうパターンが多いんで、若干暗いです。で、その主人公、これバイクさんっていうね、主人公なんですけども、ネタバレになるんで詳しい話は省きますけど、冒頭に自分の子供が殺されます。そこからストーリーが始まるんで、
まあ、そういったちょっとねその残酷な描写だったりダークな描写っていうのがまあ強い作品かなっていうふうに、思います。っていうかまあアサシンクリードシリーズは基本的にそんな感じなんですけど、うん、で最新作のバルハラとかだとアジア版って規制されていてこう首がぶった切られたりとかしてる部分がなぜかねアジア版だと兜になっちゃってたりとかっていうねかなり表現の規制が厳しくなっちゃってるんですが、オリジンズは全くそういう要素がないのでめちゃくちゃ血も出てくるし、ちっちゃい子が貼り付けになってるとかもあるし、まあ、そういった部分っていうのが結構あります。もともとねセロが Z なのでまあ、そういうところはまあ理解した上でね、プレイしていただいた方がいいかなっていうふうには思うんですけども、まあ、このバエクさんという主人公、まあ、アサシンクリードシリーズっていうのはいろんな主人公がいますけど僕は個人的にすごく好きですごい人格者で、なんかこうかといってね自分の嫁さんに対する愛情表現っていうのも強かったりとか人間味があったりとかっていいお父さんのなんか代表みたいな感じですね。まあ、僕個人的な話をすると自分の父親にあまりいい思い出がないんでこうバイクさんみたいなお父さんってすごいいいなって、憧れながらねいいなと思いながら、まあ、ゲームをしておりました。そんないいお父さんが、まあ、自分の息子を殺害されたことを機に復讐期になりそしてこのアサシン教団というものをどうやってね、起源を作っていくのかっていうような、物語となっております。はい。まあ、戦闘要素とかもね、今画面で映っているようにこうやって隠れてアサシン、まあ、ステルスですねステルスアタックできたりとかっていうのも、まあ、過去作からちゃんと継続してできますし、まあ、ゴリ押しのね、ガチガチのアタックっていうのもできますので、まあ、そこはね自分の好きに戦闘スタイルで戦えるかなっていうふうに思います。でまあそのオリジンズからですねレベル要素っていうのが加わったので、まあ、そのレベルが自分よりも高い敵キャラにはですね一撃で暗殺っていうのができなくなってしまってるんですよ。まあ、そういった仕様は当時ね、批判的な部分っていうのが出てたんですけども、まあそれはでも自分のレベルが上がっていけばクリアできる話なのでまあそこはそのレベル上げ頑張ってくださいみたいな感じにはなっていくと思います。で自分のレベルがマックスになったらですね逆にもう敵が弱すぎてつまんないなって思うかもしれないんですけどそこはねオプションでちゃんとねこんな感じで見れます。で合わせることができるんですよ。今ちょっと画面ねこうやって出てると思うんですけどもこれですね、敵レベルの自動調整こういった要素がありますので、まあ、いつでもスリリングにね、まあ、トントン対等に戦ったりすることができるという感じで、楽しめるので、長く遊べること間違いなしです。はい。で、強くてニューゲームも、今作からできるようになりました。これどういったことかというと、まあ、その自分のレベルとか一部の要素はそのままにまた一番最初からプレイできるよみたいな感じです。まあ、過去作ではね、まあ、細かい話になるとわけわかんなくなっちゃうんで省きますけども、まあ、シークエンスっていうのがあってそこからやり直すみたいな感じだったんですけど、オリジンズからはそういった要素が撤廃されてその代わりもう真っさらな状態からそのレベルとかそういった一部の部分だけ引き継いでできるっていう感じなのでまた新鮮なね気持ちでできるんじゃないですかね。それこそ僕このゲームクリアしたのは発売した年の2017年なのでまあ、もう今結構ストーリー忘れてるっていうところもあるんで、まあ、そういう人にもねもう一度遊べるし、でさっきも言ったようにそのグラフィックも非常に綺麗なので見劣りしないじゃないですか、だから今やっても全然綺麗だと思いますし、もっと言えばねそのこの次の作品に出てたオデッセイっていう作品より水とかそういった光沢の表現とかっていうのはねかなり、凝っているので、まあ、そういった部分でもねオリジンズが1枚こう上なんじゃないかなっていうおすすめでできる要素かなっていうふうに思います。じゃあ最後にねちょっとまあもう少し戦闘シーンをね、お見せしてこの動画をお開きにしたいと思います。では行きましょう。僕の音声はここで終了したいと思います。
Shut up!